なんだラムザ、さらっていったやつを知っているのか。オベリア様を連れているのだ。そう遠くへはいけないだろう。追いかけるつもりか。当然だ。このまま王家に対して顔向けはできん。俺たちは手伝わんぞ。契約外だからな。正式な騎士でもない輩の手助けなどこちらから断る。自分の失敗は自分の力で補うのが騎士というもの。これは我々護衛隊の役目だ。行くぞラビアン、アリシア。大丈夫ですかシモン殿。姫はどうなされた。申し訳ございませぬ。オベリア様は必ず私が。いかん。それではアグリアス殿が。心配召されるな。騎士の名誉にかけてお助けすることを誓います。僕も行きます。足手まといにはなりません。確かに足手まといにはならないよね。めっちゃ強えから。何言ってんだ。俺たちには関係ねえことなんだぞ。確かめなきゃいけないんだ。この目で確かめなきゃいけないんだ。さっきの小僧か。仕方ねえな。どうなっても知らんぞ俺は。チャプター2、利用するものされるもの。ラット見習い騎士、見習い戦士か。アイアンソード赤ずきんチェインプレート。一応仲間にして除名しよう。装備を全部剥ぎ取ってから除名しましょう。アリシアナイト、多分これこのまま仲間にしないってやると装備ごと仲間にならないからね。身ぐるみを剥いでその後解雇する。最悪だよね。一応ねこのアリシアとか入れてるとアグリアス系のイベントが起こるんですけど、まあ、ちょっと申し訳ないけどそういうのは今回見れません。チェインプレート外して、アリシアも全部外して、この女の子をすっぱだかにして放り出す。ガフガリオンはちょっとゲストキャラなんで、あとアグリアスも除名はできないんで、ラットさよなら。ここでお別れとは残念です。本当にいいのですね。はい、それがあなたの望みなら仕方ないわ。さよなら。それ本気で言ってるの。さよなら。てかガフガリオンとかは無理です。一人前の口聞くんじゃねえ。お前の指図は受けねえよ。騎士たる者、使命半ばにして背を向けるわけにはいかぬのだ。あ、ちょっと見てみますか。ダークナイト暗黒剣で、基本は見習い騎士がベースになってますね。なのでダークナイト通常のアビリティは、まあ、専用なんですけれども、こっちのリアクションアビリティとかに関しては見習い戦士のものが、巡用されてますと。まあ、当分ダークナイトでいいでしょう。で同じ感じで、ホーリーナイト、不動明剣、乱鳴喝殺だ、北斗コスタエダ、無双稲妻好きが強いんだよね。で先行爆裂波で他は一緒ですと。まあ、ちょっと、最初はホーリーナイトでいきましょう。靴装備させてあげるか。バトルブーツすんげえいっぱいあんな。パワーリスト、これパクリて。パワーリストって何が上がる。攻撃力が1上がるか。火力で押し切るのもあれだけど、やっぱ今のところちょっと防御面も気にしていきたいね。であとアビリティ、ラムザのアビリティ、見習い騎士がそう励ますをね、新しく覚えられるようになってるんで、ブレイブが上がるやつですね。で上がった4分の1が持ち越すのかな。ブレイブの弓使いとかなんかいつの間にか800あるんだけど、特に装備させるものがないからか。シーフとかも700ある。これ取って700あるからね。それでは最初は貿易都市ドーターでいいのかな。戦闘起こるのか。まあ、前回と特に変わったところはありません。投げる剣術オートポーション、格闘ムーブプラス2で、ここからちょっとねブレイブを上げていきたいんで、
貿易都市ドーター騎士らしき男、首一つにつき500、それでどうだ。ダメだ、話にならん。2000だ、首一つ2000だ。貴様たちを異端者にするのは簡単なことなんだぞ。俺たちを脅す気か。1000ギルでどうだ。1ギルどれくらいの価値なの。700だ、それ以上は出せん。わかった、それで手を打とう。よし、奴らはすぐにやってくる。一人残らず殺すんだ。いいな。うん、噂をすればなんとやらか。よし、奴がターゲットだ。しっかりやるんだぞ。あいつはガフガリオンじゃねえか。クソ、700じゃ安すぎだぜ。それでも戦うんだね。格の違いを思い知らせてやろう。待ち伏せか、ご苦労なこったぜ。嫌なら帰ってもいいんだぞ。金にならんことはしな主義なんだが、まあこれはサービスだな。恩着せがましいこと。勝利条件、すべての敵を倒せ。これどうしよう。最初突っ込んでってもあれだかんな。あ、剣術になってた。しまった、せっかくあれ覚えさせたのに。一応届くは届くのか。いいや、最初待機しとこう。おびき寄せよ。イエーガー、エレン・イエーガーだね。闇の剣てか、またゲストキャラ強えな。さらに強力なゲストキャラになってんだけど、チャプター2に入って。ジョブレベルがアップした。多少こいつらの経験値にしてあげますか。不動明剣いいよな、こういうの。ラムズがあんまり特徴ないからね。そもそも専用のジョブがあるわけじゃないんで。いや、一応見習い騎士がね、あの他の人たちとは違う。ゲッ、すげえ射程投げ。オートポーション、ちょっと剣術外してガッツにしなきゃいけなかったね。クロマ同士また厄介だよな。てかガフガリオンすげえヒットポイントあんな。200超えてたぞ。めっちゃ集中攻撃食らってるけど、これ隣に行くと負け添え食らいそうだな。まずはこのシームを始末する。90の60、2発当たれ。よし、 OK、 チャージ1。ファイヤー40近く食らうか。サンダラ、でもなんかさ、この上位魔法もそこまですげえダメージに差があるわけじゃないね。なんかちょっと強いかなくらい。またなんかやってんな。闇の剣、闇の剣ほんと使い勝手いいよね。これで49回復するんでしょ。チャージ3、ミス。うん、クロマドシから先に倒していこう。こいつらほんと厄介だかんな。え、強くね ?30 しか当たんないの。え、なんで防御力の違いがわかんねえんだけど。これ不動明剣2人当たるぞ。ストップしてくれるとな、すげえ楽なんだけどな。倒した。アグリアスも強えんだけど。相性的なやつかな、その星座の。ただそんなにダメージは食らわないか。
いね。やっぱ回避率高い方がいいよね。まあ、20くらいだったらまあ回復しなくても大丈夫だけど。ヴィンセント。オートポーション。まあここは楽だね。もうこの2人がとにかく強い。ディリータ、アルガスなんかと格が違うんだけど。どこまで一緒についてきてくれたっけ。まあ、もちろんね最後まではいないんで、まあ、アグリアスはね途中から正式に仲間になるんですけど。クソこいつ強いぞ。不動明剣、もう普通の攻撃しないよね。常に聖剣技。ジョブレベルアップ。クリスタル化を待ってる時間はないかもね。魔法系をとにかく継承したいんだよね。鍛えていくのが面倒っちいから。あれなんか、あ、マス目にやったのか。ファイヤー俺かい。でガフガリオンが攻撃して、これはもう決まりだな。闇の剣。待っててもしょうがないんだよ。こいつを倒しましょう。もう 65% か。結構回避率高いね。早い。こんなところで時間を費やしている場合ではない。早くオベリア様を助けてねば。どこへ行こうっていうんだ。どこへ逃げたかわからんだろうが。奴らが逃げるところは1箇所だ。あそこに決まっている。難攻不落の要塞、ベスラ要塞だ。ベスラ要塞。8000円、1000円、フレイムロッド、メイジマッシャー、フェニックスの首一つで700円なのにさ、8000円も手に入れたんだけど、どういう金銭感覚なんだ。めっちゃ伸びてったな。森、あー、ベスラ要塞まで伸びたのか。貿易としておった。一応酒場覗いてみますか。儲け話、儲け話があるんだけどね。あ、こっちか。儲け話があるんだけど人がいないからね。まあ人を派遣して儲け話にクリアして、なんかアイテムとか金とか手に入るけど、ちょっとそれは今回できないんで。国王の死後、オムドリア3世は亡くなりました。政治の私物化が進んでます。自分の方針に、背く者は容赦なく地位を剥奪されてます。で王妃に対してその態度を正面から批判した皇太后、蟄居を命じられ、そのまま帰らぬ人となった。毒殺されたという噂もあります。ラグ公とゴルターナ公、イバリースの覇権をめぐり、王妃の実の兄であるラーグ公と亡き国王のいとこにあたるゴルターナ公の間で激しい政治闘争が繰り広げられていますと。2人が狙っているのはオリナス王子の後継人、つまり摂政の座。ラーグ公、王妃はラーグ公を推している。王妃に反発する議会や貴族の多くはゴルターナ公の支持に回っている。近々ゴルターナ公が正式に摂政に任命されるとの噂もあります。ゼルテニアで大規模な農民一揆。ゴルターナ湖の所有地ゼルテニアで大規模な農民危機が発生しました。原因は干ばつによる農作物に対する被害が予想以上に大きかったことと、50年戦争以後どんどん高くなる税金に対する不満が一気に吹き出したものと言えます。一揆の裏には、なんだこりゃ、なんとかメダンと呼ばれる元騎士団が関与しているようで、鎮圧に当たっているグリムス男爵配下の国用騎士団は苦戦を強いられていますと。農民一揆も沈められないのか。でショップを覗いてみましょう。試着から行こう。
最強試着。ヘッドギア、ミスリルベスト。もう一人は20上がるね。ガフガリオンは変わらず、アグリアスも変わらず。ほい。あとは、革のマンとか売ってるね。これを買おう。てか、試着からいけるか。基本的にアクセサリーは自動でいかないんで、そうだね、革のマントの方が回避率は上がってるね。で、試着終了。あと何売ってる？手裏剣が売ってんじゃん。手裏剣覚えさせよう。まあ、50個くらい買っときゃいいよね。2500円だし、安っ。手裏剣強いの、そもそも。で、ハイポーション。まあ、20個くらい補充しておきますか。で、あとはいらない。で、そうすると、編成、アビリティ。まず剣術を外してガッツにします。で覚える。で忍者、忍者すげえあるな。手裏剣50、安い。てか全部安いな。これ数がいっぱいあるのか、投げるものが。他は別に二刀流以外いらないんだよね。二刀流を覚えさせるくらいの JP は貯めておきましょう。で見習い戦士もさっきあれ励ます覚えたんで、あ一応貯めるもん。でも見習い戦士に戻すことはないからな。でガフガリオン、ダークナイト、ちょっとムーブプラス1を覚えさせたいんだよね。マグリアスもそうだけど、まあ、それまでちょっと貧弱だけど、これでいきましょう。で一応セーブをします。こっちの方も見ておきたい。あ、こことここつながってる。イグロスとか見ておきたいんだけどな。まあいっか。アラグアイの森、ここはモンスター系かな。ラムザ一人で行きます。アラグアイの森、まあ、戦闘中に1回ブレイブ使えばその分は上がるんで。ゲッ、いっぱいいる。なんだ、チョコボが囲まれてる。ゴブゴブゴブブブ、襲われてるのか、チョコボ。クエー、なんでチョコボが襲われるんだ。焼き鳥にして食おうとしてんのか。こんなところにチョコボが。ゴブリンの森に迷い込むとは間抜けなチョコボだぜ。大事な戦力になるかも。すぐこいつは解雇するけどね。野生に返す。飼いならされたチョコボより野生のチョコボの方が強いって以前ディリータが言っていた。大事な戦力になるかも。助けるつもりか、ラムザ。金にはならんぞ。オベリア様をお救いするのに役立つかもしれないが、二人とも乗り気ではない。チョコボを救出せよ。これはちょっと先に進んでいくか。じゃあなんかめった打ちにされても嫌だしね。チョコボはここを一応攻撃できるね。一発で倒せるか。一発っていうか78だっけ。すげえ。OK、 レベルはもう24だな。ガフガリオンとかいくと10じゃん。全然レベル高いんだけど。チョコボどうすんのこいつ。ボコ、あ逃げてる。まあ、余計なことはしなくていいけど、みんなチョコボ狙いだな。いやいいよな、本当にいいよな。導入剣、火力はねさすがにラムザと比べると、ラムザマジで鍛えてやるから、通常時だったらかなりの戦力になるからな。ミス、こいつは攻撃してこない。こいつもラムザか。ダメージもだいぶ抑えられてん な、 なんカウンターとかつけると。でもな、集中攻撃を食らうと死ぬからね。さすがに一体ずつ始末していきましょう。ほい、一発マジで強い撲殺忍者。
てかゴブリンあれだね、そんなに攻撃力がないね。闇の剣でも40オーバーのダメージが当たるんで、1体ずつ任せるか。じゃあ動かない。うわ、チョコボ狙いか。いくつ ?32、 結構変な。反撃はしない。でこの右のゴブリンはじゃあアグリアスに任せよう。不動明剣ストップ、全然ストップしないね。そんなに確率は高くないか、さすがに。ガード、俺を狙ってくるんかい。8、たかだか8くらいでオートポーション使うとはもったいないな。まあそれも仕方のないこと。後ろが取れない。ちょっと待って、でも近づいとこう。でここはガッツ励ます。ちなみに励ますの効果、ブレイブを上げますと自分にもかけられるんでプラス5ですね。プラス5されるってことはオートポーションの発動確率がプラス 5% になるんで、これ結構でかいよね。チョコボどうすんの。いやマジか、これ反撃されたらまずくねえか。動けないし、戦力的には全然ラムザ一人で勝たせるけど、こいつらがいた方がまあ多分戦闘は早く終わるよね。闇の剣本当に便利だよね。何回もそれしか言ってないけど、ちょレベルは上がった。回転パンチ24、もう一発耐えられる。どっか行ってしまった。アグリアスもきっちりギリギリの射程から狙うからね。じゃあこのゴブリンを倒してしまいましょう。ほい、チョコケアル、あいいね。そんなん使えたっけ。そういえばチョコケアルってタダで使えたよね、マジックパー消費なしで。敵の時レベル上げしてた時すげえうざかったかな。倒した。こいつはもう戦意を喪失してんな。タックル、じゃあこのゴブリンを倒しましょう。で右のゴブリンはアグリアスで終わりだね。はい、なんかこっちに来た。回復してくれるか。回復してくんない。ひどい、ひどいっていうか俺減ってねえか、そもそも。いいね、クエー、無事なようだな。よかったなお前、ラムザに感謝しろよ。5700円、ハイポーション。僕を仲間にしますか。いやお前は野生に帰れ。しっかりとたくましく生きていくんだぞ。というところで、じゃあ、次回はここのゼイレキレイの滝でうまくいけばベスラ要塞まで、進んでいきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。